今から79年前の今日、原子爆弾により十数万とも言われる尊い命が尊い命が失われました。町は焦土と化し、人々の夢や明るい未来が容赦なく奪われました。一命を取り留めた方々にも筆舌に尽くし難い苦難の日々をもたらしました。原子爆弾の犠牲となられた内閣総理大臣として、数多くの方々の見た目に対し、原子爆弾の犠牲となられた方々の見た目に対し謹んで哀悼の誠を捧げます。そして今なお被爆の後遺症に、被爆の後遺症に苦しむ方々に対し、心からのお見舞いを申し上げます。核兵器によってもたらされた79年前の広島と長崎にもたらされた惨劇、人々の苦しみは二度と繰り返してはなりません。唯一の戦争被爆として被爆の実相を核兵器の広大に伝えつつ、実践に向けた被爆三原則を堅持して、核兵器のない世界の実現に向けて努力を着実に積み重ねていくことは唯一の戦争被爆である我が国の使命です。